はい、どうもこんにちは。2017年のジャイアンツにもいろいろなねニュースがございました。11年ぶりの B クラス、球団新記録の13連敗、山口俊の暴行事件、楽しくないニュースばっかりでしたね、2017年ね。そんな中でね、巨人ファンの心がボロボロの時にね追い打ちをかけるようなニュースが9月にありました。覚えているでしょうか。沢村投手の神経麻痺のニュースです。当時のニュースを振り返りますと、沢村はね、もともと右肩に異変を感じていて、球団トレーナーの針治療を受けたということで、もともと右肩には異変があったと。しかし、長期間症状が改善しなかったために、医師にね、正式に見てもらうと、神経麻痺と診断されて、その原因としては、針治療が、元となっているんじゃないのかなという診断を受けたということです。球団は施術ミスを認め、沢村はその謝罪をね、受け入れたと。いうふうな話で、一件落着なのかなと思いますが、もちろんね、黙っていない方がいらっしゃいまして、それは鍼灸関係のね業界団体の方、鍼灸は針治療する人たちですよね。このままね針治療が原因でしたよって言われてしまいますと、針治療そのもののね信用問題に関わってきてしまいますので、当然ね真相をしっかりと解明してくれということで質問をするわけです。そもそもその沢村の、当初痛めていた右肩もウェイトトレーニングが原因なんじゃないの、それが悪化しただけなんじゃないのかという見解ですよね。あとは多分東洋医学の針治療がね、西洋医学の医師に診断されたからといって、それは素直に受け取れないんじゃないのかなとか、そういうこともあるんじゃないのかなと、はたから見ればね思っちゃうんですけども、正直ね沢村が元気になってくれればもうどっちでもいいんですけどね、本当に早く元気になってほしいなとは思っております。いやしかしね、ジャイアンツの投手がね針治療でね、また新球団体と揉めての、江川、皆様は江川卓の引退会見をご存知でしょうか。右肩を痛めてわずか9年で引退をするのですが、彼は自身の引退会見で、一時的に力は回復するが投手生命を縮めると言われる禁断の壺に針を打って投げた、だからもう投げられないと涙ながらにね語ったそうです。その熱い姿にですね、記者も涙を流したという話ですけれども、少年漫画かよって、そんなファンタジーがあるのかって思いますよね。当然ね鍼灸医団体からね、そんな危険な壺はねえよというふうに抗議を受けてですね、江川もね後年ね、あの時はねちょっと気持ちが盛り上がっちゃって、ちょっと話を持ってね言っただけで、あれは嘘なんですって言ったらしいんですけれども、引退会見でそんなふざけたことしていいのかよっていうような感じですよね。はい、そんな江川です。正直ね現役時代を知らない私ですけれどもね、そんな引退会見とか入団時のねゴタゴタとかね、マスクメロンが欲しいあまりにね変化球にマスクメロンって名付けましたとかね、恥ずかしいことがね多すぎるんで、正直で好きじゃないんですけどね。強いんですよね。能力は全て A です。剛速球投手ながらコントロールもいいし、球界にも打者を圧倒できるスタミナも揃えるということでね。それからね変化球は2種類のカーブ、1985年以降は腰を引かせるスライダー腰引かり、相手の顔の前を通すボールマスクメロンって開発しているんですけども、本人曰くねストレートに自信があったので、カーブだけで十分だったということですね。はい、いろいろとね人格面ではっていうところもあるんですけれども、能力を見ればね80年代を代表する名ピッチャーです。今もねテレビで見てるとね変なおっさんだなと思うんですけれども、本当にね純粋に選手で見ればね素晴らしいピッチャーだったと思いますのでね、手に入れたいかな。ぶっちゃけ去年のね松井とか長嶋とか王みたいに、うおー欲しいエナジージャバジャバーみたいなね、そんな感じじゃないんですけれども、累計のね S ランク OB 契約書は手に入れましたんで、なんとかね、頑張りました。はい、こちらを開封してですね笑顔をバチッとね開けていきたいと思います。巨人純正でやってるんでね、正直ね巨人選手以外が来てもね喜べないんですよ。だから中村のりとかね松中とかねいい選手もいるんですけど、おかしくない、出川当てていきましょう。さあ来い江川、オークボーター、クボーター、クボーターボーターボーター
Bottle.